自動車あるある。あれないぞ。後部座席のシートベルト差し込み口がなかなか見つからない。え、げ、やばい、パトカーじゃん。私のこと見てないでしょうね。何も悪いことしてないけど、パトカーを見つけた瞬間そわそわする。この先直進です。すんごい獣道だけど大丈夫なの？カーナビを信じていいのか迷う瞬間。コンビニ寄ってこいや。あれ、今コンビニ寄ったよ。あー、反対車線だからスルーしたよ。コンビニに入りたいのに反対車線ばかりに現れてなかなか入れない。もう今の人何なのよ、最悪、危ないよね、クソだ。マナーが悪い車に遭遇すると独り言で暴言を吐く。すいません、みんなの視線が痛いね。横断歩道上で渋滞に捕まってしまった時の焦り。あ、やべ、目あったし、めっちゃ見られてる気がする。赤信号で停車している時に隣の車の人と目が合ってすぐそらす。うわー、潰される。大型車の圧迫感が怖い。むむむむ、見えない。前を走っている車が大きすぎて信号が全然見えない。あそこ事故ってるじゃん。うわー、あれー、事故るとこだった。事故現場に気を取られて自分まで事故りそうになる。やばい、何も見えん。強烈な西日で目がやられがち。じゃあ私帰るね。送っていくよ。え、いいの？ありがとう、本当優しいな。だけどし、前の車ふざけやがって。運転中は凶暴なんだよ。二重人格なのかな。普段はそんなことないのに運転中になると気性が荒くなるやつ。え、どっちどっち、こっち、多分そっち。高速道路の分岐で間違ってないか焦る。